中国香港特別行政区は7月1日、祖国復帰27周年を祝うため、国旗掲揚式を開催した。第14期中国人民政治協商会議副主席梁振英、香港特別行政区行政長官李野超、中央政府香港駐在責任者、香港特別行政区政府責任者、社会各界の代表者が出席した。人士寺院広場で8時に中国の国旗と香港特別行政区の旗が掲揚され、参加者は音楽隊の演奏に合わせて国歌を歌い、御成功旗に敬礼した。